キエフは、ウクライナの首都。他の州と共に、ウクライナを構成する特別市である。ドニプロ川の中流に位置する。同国最大の都市で、政治、経済、社会、学術、交通の中心地である。5世紀後半に建設されたポリアーネ族の集落から発展した。中世には、キエフルーシの都であったが、近世には、コサックのキエフ連隊の中心となった。 20世紀中に、ウクライナ人民共和国、ウクライナ国と、ウクライナソビエット社会主義共和国の首都であり続けた。キエフ市内の人口はおよそ287万人で、あるが、キエフ首都圏の人口はおよそ400万人となっている。東ヨーロッパにおける最古の都市で、キリスト教の聖地の一つである。市内にある聖ソフィア大聖堂とキエフ洞窟、大衆動員は、 世界遺産に登録されている。キエフという名称は、キーイの都市を意味し、キエフを創建した伝説の公爵キーイの名前に由来する。キエフは他国の支配を受けた歴史があるため、文献によってその名称が異なっている。ウクライナの独立後、本国では公式な名称をロシア語名から、ウクライナ語名に変更された。 現地では政策としてロシア語の使用は制限されている。また、上記にあるように、ロシア語に沿ったら天文字表記であるキエフも同様の扱いである。近年英語圏における出版物では政府発表の正式ラテン文字表記であるキエフと書かれる場合が増えている。日本でもその傾向を受けて学者等からキーウ等と ウクライナ語に準ずる表記が推奨される機会が増えつつある。しかし、現状では日本やロシアにおけるウクライナ語の知識を持つ人口が少ないことや、以前は学会等でもウクライナに言及する場合、歴史的にロシア語文献を参照した研究が多かった経緯もあり、まだまだ慣例としてキエフと呼ばれる事例が圧倒的に多い。 ウクライナ語の認知度が相対的に低いため、政府や各メディア等々でもロシア語に沿った従来のキエフという表記を用いている。しかし、上の問題を受けて今後ウクライナ語名に沿った表記、キーウを用いることが必要との意見もある。ソフィア広場、キエフの中心地東、ヨーロッパ有数の大都市である。 週末になると歩行者天国になる市の中心部を通るフレッシャーティーク、通りや2001年の独立10周年を記念して整備され地下ショッピングセンターなどを備えた独立広場などで人々が賑わっている。市内にはキエフ大公国時代の建築物が多数残されているが戦火や共産党政権などによって破壊されたものも少なくない。その上で 黄金の門のように復元されたものも少なくない。ウクライナは両大戦において主戦場となったためそれにまつわる多くの記念碑が建てられているが、キエフ市内及び郊外にも数多くの記念碑が見られる。それ以外には現在のキエフに戦火の傷跡を見つけることは難しい。街は年々発展しており、他の主要都市などと比べても外観、内容ともに豊かである。 5月には春の祭りが行われる。キエフとドニプロ川、ランドサット7による衛星写真キエフの旧市街はドニプロ川を見下ろす小高い丘の上にある。市はドニプロ川を挟んで広がっているが、そのうち丘陵地帯の西岸側が古い建物の残る従来の市街地で、それに対し低地である東岸側は高層建築物の目立つ新市街となっている。 川の中杉はかつてドイツ軍に破壊された村の後にヒドロパール区が作られている。1986年4月26日、キエフの北 130km にあるチェルノブイリ原子力発電所で原子力事故が発生した。直後にソビエト連邦上層部によって全住民350万人の疎開が検討されたが、風向きの関係で健康への影響はないと判断され、 疎開は中止された。現在は、キエフを起点とした、チェルノブイリの観光ツアーが存在し、事故を起こした4号路を間近に見ることも可能である。大陸性気候であり、欠片の気候区分では出順大陸性気候に属する。最も暑い7月の平均気温は、摂氏20.5度で、摂氏30度を超えることも少なくない。 最も寒い1月の平均気温は摂氏3.5度で、急速に平年値は上昇したものの、近年は寒冬になることも多く、時に零下20度を下回ることも珍しくない。過去最高気温は1936年7月31日、観測された摂氏39.4度、過去最低気温は1929年2月7日と9日に、 観測された摂氏32.2度である。年間降雪量は355センチメートルと、欧州の大都市の中ではかなり多い方である。キエフ市内に混流された、記念碑。三兄弟のキー、シュテーク、ホリーウアセンビに立ち、末娘のリービジは、選手に立つ中世紀のキエフの象徴。セイ・ミハイルオゴンドーム修道院ウクライナの、最古記録。 ルーシ年代記の伝説によれば、キエフはポリアーネ族の公爵キー、並びに彼の兄弟シテーク、ホリー・ウトリエビジによって創建されたという。しかし、年代記には創建の年代は記載されていない。考古学の資料によると、キエフは5世紀末から6世紀初頭に形成した集落として発展してきたという。当時の集落の中心地は、 ドニプロ川の右岸に位置する上山にあったとされる。6世紀から7世紀にかけて集落は上山から周りの丘陵への拡大したのである。キエフはドニプロ川の貿易ルート、森林と草原が接する地帯、そして多民族が交わる境界地に位置していたため、ドニプロ川の中流における政治、経済、文化的拠点として成長した。 6世紀のゴート人の歴史家ヨルダネスは、ドニプロ川の町という意味のダナピルスタイルという名で記録している。8世紀末にキエフは、ルーシの地と呼ばれる南方の東、スラブ人の共同体の中核的都市であった。882年に北欧のバリアグがその都市を征服すると、キエフは、ルーシという国家の首都、いわゆるルーシの都市の母となった。 8世紀から9世紀にかけて、キエフでは、コキエフ山にある山の手と山麓にある下町というの2つの区域が形成された。前者では貴族と聖職者、後者では庶民が暮らしていた。当時のキエフは、東ローマ帝国、北欧、西欧、イスラム系諸国と貿易をし、国際都市として発展した。10世紀前半に、キエフでは、 初めてのキリスト教の聖堂が建立された。ボロディーミル成功の台には、キエフの山の手の範囲が拡大され、防衛が強化された。研究史では改善された山の手は、ボロディーミルの町と呼ぶ。山の手は高い土塁によって囲まれて、土塁には3つの大門が設けられた。正門であるソフィア門は、町の南方に置かれた。988年にルーシが、 キリスト教を国教にすると、キエフは、コンスタンディヌーポリ総主教庁のキエフ府主教区の中心となった。キエフの最大の教会は、ゾウノシと呼ばれる市場と大公の宮殿の隣に、混流された11聖堂であった。ボロディーミル聖公の子息、ヤロスラーウ健康は、さらに山の手をおよそ80ヘクタールまで拡大させ、いわゆる、ヤロスラーウの町を建設した。 本城を囲む土の城壁の長さは 3.5km まで達した。これによってキエフは東欧の最大の都市となった。ヤロスラー・ウッケンコはキエフの正門を黄金の門に改め、キエフ不主教の座として聖ソフィア大聖堂を建立した。 ヤロスラーウ県公の子孫、イジャスラーウとスブヤトポールクは、新たな、イジャスラーウスブヤトポールクの町を建設した。この町における中心的な建造物になったのは、セミハイール黄金ドーム大聖堂であった。キエフの最大の地区は下町ポジールであった。12世紀から13世紀前半にかけて、ポジールの面積は、約200ヘクタールに及んでおり、土イと柵によって囲まれていた。 コジールの中央には、キエフ最大の市場、市の場が位置しており、その周りに、プイロホーシチャ聖堂、ボリスフリーブ聖堂、ミハイル聖堂などが並んでいた。コキエフの西部では、コープイルスミという地区があり、スブヤとスラーウ二世の代にはそこで、聖シメオン修道院が建立された。キエフ郊外では、キリイロ修道院、クローブ修道院、洞窟修道院、 リードヴィッチ修道院などの正教会の修道院が置かれた。キエフの周りにプレドスラービネ村、ベレストーベ村、公爵と貴族の別荘、ドロフォージチダニとハンガリー国があった。12世紀半ばにキエフは約5万人の人口、400の教会と8つの市場を有していた。キエフの総合面積はおよそ400ヘクタールであった。 12世紀後半以降、キエフは、ルーシュの聖地の役割を保ちながら、政治的な中心として衰退した。ムスチスラーウ大公の後、キエフを治める有能な統治者がなく、ルーシュというキエフ大公国を構成して、諸公国は独立し始めた。1169年にウラジーミル・スーズダリ公国の、 公爵アンドレイは武力でキエフを占領して略奪し、キエフ大公に即位せず帰国した。さらに、1203年にチェルニーヒウ公国の公爵クリューリク2世は、キエフを攻略して、同様な略奪を行った。このような事件によって、キエフ大公の地位と威厳は大きく損なわれた。また、1223年に、キエフの軍勢はカルカ側で、 モンゴル軍に敗北し、1235年に、チェルニーヒウの公爵ミハイール二世はキップチャクを連れて、キエフを陥落させた。1239年に、ハリーチ公国の公爵ダニーロは、キエフを獲得し、最後のキエフ大公となった。1240年に、モンゴル帝国の軍勢キエフを包囲して破壊させた。決定的な打撃を受けたコキエフは全滅され、 ルーシというキエフ大公国は、名実と共に亡国となった。キエフの中心地は下町、ポジールへ移った。支配する勢力は、1264年までのハール1、ボルイーニ大公国からヒスラブ系国家のリトアニア、大公国に移り、1569年にリトアニアが同君連合を結んでいたポーランド王国とルブリンゴードを結んで、 ポーランド・リトアニア共和国を形成すると、ウクライナ貴族はシュラフタとして、共和国のうちのポーランド王国への貴族移動を求め、キエフ県としてポーランド王国に加盟した。その後、ドニプロ川の中流に起こったザポロージャ・コサックの統治地域に加わった。コサックたちは、ポーランド・リトアニア共和国の中央政界との対立を深め、1648年には県全体が、 ヘイチマン国家の一部として、ポーランドリトアニア共和国からの自治権を得た。キエフはヘイチマン国家の文化的中心として、再び栄え、ウクライナバロック文化が養われた。コサックの統領によって復元されたキエフ洞窟、大修道院におけるイタリ生三者大門教会1654年、ヘイチマン国家はモスクワ大公国。 ロシア帝国に対する政治的な闘争に敗れ、その創始権下に入ることとなった。1667年、ウクライナコサックをめぐるポーランドとロシアの戦争が講和を迎え、キエフを含むヘイチマン国家は正式にロシア帝国の半途と定められた。その後、キエフは徐々にロシアの一地方に地位を落としていったが、それでもやはりウクライナ文化や 政治運動の中心地の一つとしての機能を担っていた。そのため、モスクワ政府は、キエフを強力な監視下に置くようになり、時期により際はあるとはいえ、ウクライナの文化的あるいは政治的運動は、マゼッパ主義や裏切りの区立主義などと呼ばれ弾圧を加えられた。キエフにおける、 ウクライナ人民共和国の士官1917年のロシア革命後の同年秋、キエフのウクライナ中央ラーだが、ウクライナ人民共和国の事実上の独立宣言をすると、ロシアのボリシェビキはウクライナに侵攻を始め、ウクライナソビエト戦争が開始された。共和国の首都となったキエフは赤軍による攻撃を受けた。 1918年1月29日、ウクライナ人民共和国軍は、キエフ郊外のクルトイ駅の戦いで赤軍に敗れ、ウクライナ勢力の劣勢が決定的になった。その後、1918年2月8日に、ロシアの占領軍によって、キエフの住民の虐殺が行われた。この戦闘で、ウクライナのことキエフは、ウクライナ民族主義の拠点となった。一方、 赤軍に協力するウクライナ人民共和国の主婦はロシア人やユダヤ人の多いハルキウに置かれた。1918年4月29日にはドイツ帝国の軍事力と農民層の支持を後ろ盾とする平地ンの政変がキエフサーカス場にて発生し、キエフを首都とするウクライナ国が建設された。だが12月にはドイツ軍の撤退により同国は ディレクトリアに倒され、ディレクトリアはウクライナ人民共和国を再建した。1918年にウクライナからの要請によって始められたポーランドソビエト戦争でもキエフは主戦場の一つとなった。1920年にはポーランド軍と合同したディレクトリア軍によるキエフ攻勢が実行され一時はキエフを奪還したが、最終的には赤軍に敗れた。 結局、ウクライナの独立各派は、相互の協力に失敗し、また、イギリスやフランス、そして、ポーランドなどのような外国勢力も、非協力的であったことから、ソビエト政府に対して、敗北を喫し、ウクライナの独立は告えた。それに伴い、ソ連時代初期のウクライナ社会主義ソビエト共和国の、首都は、民族主義熱の高かったキエフを避け、 1934年6月24日に、キエフに戻るまでハリコフに置かれた。1937年、国号は、ウクライナソビエット社会主義共和国に解消されたが、キエフはその首都であり続けた。第二次世界大戦中の1941年9月19日、侵攻してきたナチスドイツ軍が、バルバロッサ作戦の一環として、キエフを占領した。 同年の9月29日と30日に、キエフ近郊のバビアールで、ナチス親衛隊の特別殺戮部隊が33,771人のユダヤ人を虐殺した。キエフ市は1943年11月6日に、赤軍によって奪還されるまでドイツの占領下にあった。市外や郊外は、ドイツ軍による激しい破壊を受けたが、戦後復興に力が入れられ、 比較的早い時期に復興を果たした。1941年の激しい戦いを記念し、キエフは戦後英雄都市の称号を贈られた。1991年にウクライナが独立してソ連が崩壊するとキエフは新たな独立ウクライナの首都となった。独立後はそれまでのロシア語優遇政策が改められ、市内の表記も広告等を含めすべて、 ウクライナ語に制限されるようになった。テレビ放送は放送法により、外国語の放映に関してはウクライナ語字幕を被せなければならなくなった。そのため、ロシアで制作されたロシア語番組はウクライナ語、字幕付きロシア語放送となっている。地下鉄もウクライナ語のみのアナウンスとなっている。ただ、母語調査ではロシア語ではなく、 ウクライナ語が7割と大半を占めているものの、キエフ市民の間では、日常的な会話には、公用語ではないロシア語が主に用いられている。2003年の調査によると、日常生活でロシア語を主に使う人が52%、ロシア語とウクライナ語の両方が32%、主にウクライナ語が14%、大半がウクライナ語は4.3%に過ぎなず、 ウクライナ語のみで生活している人はむしろ圧倒的に少数派である。そのため、街中で見られる表記はウクライナ語であるものの、聞こえる言語はむしろ、ロシア語の方が多くなっている。2001年ウクライナ国勢調査によるデータ。キエフ地下鉄、インターシティ用の電車キエフ化線港、ボルイースピリ国際空港公共機関としては、まず地下鉄が3路線が走っている。 これらは現在も建設中であり、今後路線数と総延長ともに伸びる予定である。旧市街と新市街にはそれぞれ、キエフ市電が、また、旧市街と南西の郊外を結ぶキエフライトレールも運行されている。このほか、トロリーバスと路線バスが走っている。公共交通機関は充実しており、また料金も乗車1回につき一律4フリーブニャという低価格に、 抑えられている。また、旧市街の低地から高台を結ぶキエフケーブルカーも運行されている。これらに加え、反公共交通機関といえる営業免許制のマルシュルートカーが無数に運行されている。これは、料金は乗車距離に応じた運賃制度で公共交通機関よりかなり割高であるとはいえ、低速の路線バスなどに比べ所要時間や、 運用本数、路線数で大きなメリットがあり、やはり市民にとっては欠かせない交通手段である。地下鉄車両や路面電車、バスやトロリーバスには、ソ連時代に製造されたソ連製やチェコスロバキア製、ハンガリー製の車両のほか、新型のウクライナ製やドイツ製のものも多く見られる。郊外に向かって運行される交通機関には、 キエフ旅客駅などから発着するウクライナ鉄道がある。鉄道には近距離のエレクトルイーチュカと長距離のポイズドがあり、夜行列車や国際列車も運行されている。このほか、鉄道のない地域を補うための長距離バスが地下鉄、スブ渋谷シ信駅前ターミナルなどから発着している。キエフはドニエプル川の水運で発展した街といっても過言ではなく、川岸の船着き場、 キエフ河川港は、鉄道や道路が整備される以前は、キエフの玄関口であった。現在では、水上交通の重要性は低下したものの、貨物船の航行は行われており、観光用の遊覧船も発着する。ボルイースピリ国際空港は、町の東 28km に位置する。東隣のボルイースピリ市に所在するが、通常、キエフ空港と呼ばれる。 主に国際線が乗り入れる国際空港である。長らく鉄道や地下鉄のアクセスがなく、バスやタクシーが必要になるなど、キエフ市内からのアクセスは不便であったが、近年はキエフ旅客駅から定期的にシャトルバスが運行されて利便性が向上した。所要時間は1時間ほど。また2018年11月にキエフ旅客駅との間を結ぶ。 空港連絡鉄道が開業した。こちらの所要時間は40分ほどで、深夜帯も運行されている。市内にあるキエフジュリアーヌイ国際空港は、かつてはウクライナの空の玄関口として機能した空港で、あるが現在では主に国内線と近距離の国際線が乗り入れている。このほか、個人の所有するビジネスジェットなども数多くこの空港を利用している。 これについては空港の私物化との批判がある。このほか空港にはウクライナ空軍の使用機等を展示する国立航空博物館も併設されている。この空港は市内にあり利用の便は非常に良いが安全面と土地の問題から本格的な国際空港への拡張は困難である。渋谷東進地区に所在するキエフ渋谷東市の空港は ウクライナの航空産業初期から存在する空港で、あるが規模が小さく、また街に隣接しているため拡張できない。現在では、OK、安東のノき記念航空科学技術複合体や、アビアントキエフ航空機工場の使用する小規模な飛行場となっている。キエフ市外に隣接するキエフチャイカ空港は、民間のスポーツ用の小規模な空港である。 ホストオメリ空港もキエフ市に所在する空港ではなく、隣のホストオメリ市に所在する。小規模な空港で、別名アントーノフ空港と呼ばれる通り、アントーノフの機体の試験に使用されている。キエフの聖ソフィア大聖堂は、キリスト教を広めようとする東ローマ帝国の協力のもと、ビサンティン様式の華麗な教会を模して、1037年に建てられた。 コンスタンティノープルにあるハギア・ソフィア大聖堂と同じように聖なる知恵に捧げたものであったが建物の姿形は全く異なるものである四角い建物の上に一つの半球状のドームがあるコンスタンティノープルの大聖堂に対してキエフのハギア・ソフィアは円柱状の建物の上に十三のハート状のドームがあるこの教会は過去に幾度か損傷を受け 最近の修復作業により装飾し直されている。カテゴリー、キエフ出身の人物を参照。ありがとうございます。